さ皆さんこんにちはスノーボーダーの青木玲ですさあ本日もやってまいりました YouTube スノーボード大学の時間でございますどうぞよろしくお願いいたしますさあ本日お話ししたいことなんですけれどもボードの幅とターンラインっていうのをちょっと変えてみました最近この YouTube スノーボード大学で配信させてもらっているのが中級者ぐらい の方連続ターンがある程度もうスムーズにできるようになってエッジに乗る乗れないこのぐらいの <laughs> レベルの方もしくはエッジに乗るのは分かるんだけどギュンってもっと鋭くするにはどうしたらいいかなみたいな、えー、自称中級者ぐらいっていうふうに考えたらいいですかね。っていう方々が上級者エキスパートな <laughs> 滑りを目指すカービングをもっと知るにはっていうところを少しこうスタートライン を掘り下げててておお話ししいいる回が続いておりますの中でも本日はそもそもねそもそもカービングするんだったらスノーボードの板の幅をまず気にしましょうそしてカービングで滑ったもしカービングができるというふうにもう仮定してね滑った時の滑った後ラインシュプールって言ってもいいですけど、ね。 それがどんなラインをそもそもイメージしているのかっていうところをちょっと整理しておくと実際皆さんが使っている道具でセッティングを工夫しながらカービングエッジのロアの感覚を味わうにはっていう一番こう近道になるんじゃないかなと思って解説させていただきます。板の幅のの幅話なので、もう極端に、 細いものと太いものっていうふうに両極端なものをちょっと今回イラストで描いてみました。でどういう、えー、違い何センチうんぬんじゃなくてこの足が乗っかっている人のつま先とかかとの位置に板のエッジがあるねっていうのがこっちのイラストで。 こちらの太いよっていう方のイラストは太いのでそのつま先かかとの位置よりも外側に幅がある板なので外側にエッジの位置があるようなので板にすっっっっっぽりもブーツは入っててているるよよ収まってるよっていうのがこっちちょっとつま先なりかかとなりがもしかしたら板から多少はみ出るかもしれないけどまあつま先とかかとの下にエッジがあるよっていうのがこっちっていうふうに大きく分けて考えてみてください。 そうすると板細い方の人が立ってるともうつま先とかかとの下にエッジがあるのでそのまま傾いていくとグググググってエッジが噛んでいって曲がっていけるのでエッジに乗るエッジに乗るっていうところだけで考えたら結構やりやすいなと思います。でそこからエッジに乗ってシューンって滑っていくシューンって切り替えて滑っていくっていうふうにやると出来上がるターンがこういう。 下に落ちょっと浅めのカービングっていうものが出来上がっていきます。これターンをもっともっと深くしたいんだよって思ったらもっと深く曲がるためには抵抗をもらわないと曲がっていけないから一旦を立てる必要があるんですね。立てていくとエッジが埋まっていく分相手が雪なので。 ぴったりつま先ぴったりかかとが板に合ってしまう板よりも少しブーツが出っ張ってしまうようなセッティングになってしまうとそもそもブーツが雪にこすっちゃうからエッチングしてカービングうんぬんじゃなくてブーツが雪すっちゃうからスコンってエッジが抜けたよっていうもうセッティングからなる物理的なミスになってしまうのでその立てられる限界っていうのが。 ある程度立てたらはいここが限界だよっていうのが決まってくるのが細い板の場合です。で板が細いメリットとしてはエッジに乗ってる状態から今度反対のエッジに乗り換えるよエッジを切り替えようよってなったら足の裏にもエッジがあるって考えるとすごく簡単に切り替えられるのでエッジの切り替えのスムーズさっていうものを考えたら 細い板の方が適切なんですねもう一方太い方はつま先かかとよりもエッジが外側にあるってなると一番初めにエッジを立て始めるっていうのはちょっと外にあって遠い感じがするのがあるので大変なんですなんですけどもある程度立てられるとブーツをこする心配がないので「おもうちょい行ってみよう」っていうふうに。 限界をどん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 上げていける限界値を広げていける要素が詰まっているのが太い板になるんですね。ってことはグって板立てられる量がどんどん増えていっても抜けないよこすらないよっていう乗り物に乗ってるんだったらターンのラインは深く深く深くサイドカーブも含めて遠心力を感じるようなターンラインが出来上がる こっちは落下力をエッジに乗りながら楽しむようなターンラインが出来上がっていくっていう全然違う乗り物になっていくなと思うんです。でこちらは幅が太くなっていく分、角付けの限界値が増えるので、そのままターンの深さっていうものが伴っていくのが幅の歩る板です。エッジの切り替えはっていうとまあ、多少もたつくかもしれないですね。こっちから乗り換えた人は。 でもあの切り替えって自分でやるテクニックでどうにでもなるじゃないですかでもグーって体傾けてもっと板立てたいよって思った時にエッジがないからスコーンって抜けちゃうブーツ擦するからスコーンって抜けちゃうっていうのはもう物理的になることだと思うのでで上達んじゃないですよねだったらそこの限界値はなるべく高めていって切り替えは自分でどうにか工夫するからっていうので太い板に乗ってた方がいろいろな ターンのラインっていうものを深くしたりとかっていう遠心力の楽しみ方っていうのも結構いいんじゃないかなと思うんですよね。で今回は太いものあ細いものと太いもので両極端に分けましたけれどもこれ太い細いっていう考え方ともう一つ要はこれつま先かかと,ととエッジの位置の話なので細いボードで横向きにすると出っ っっちゃうから前に振ってあげればつま先かかとがスッて収まっていくからある程度前振りにするとこういう感じに感じてやってた足元がこっち側になっていくんですよね。なので前振りにすればワイドボードのエッジング感というものがどん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 感じやすくもなっていきます。 でもゼロ度でワイドボードの感を知りたいんだよっていう人はそもそもの板を太くしてあげるっていうのも必要がありますけれども要は細い板っていうものは切り替えがスムーズにできるので連続ターンをスムーズにやろうよっていう浅いターンでどん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 つないでいくことを考えたらものすごくメリットがあったのでスノーボード日本で流行り始める90年代の国産の板っていうのは基本細かったんですね。 切りり替えをスムーズにに連続単位やりやすいようにそこからどん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 研ぎがたって30年ぐらい経ってくると、まあ、ある程度上手くなってきた人がどん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 増えていてもっ,もっともっともっとってなったらやっぱり切り替えは自分のテクニックでどうにかするから板縦にいった時の限界値を増やした方が面白いじゃんっていうのでここも何年も国産メーカーはワイドボードっていうものを結構提案して出してくれてるんじゃないかなと思うんですね。 ちなみに国産ボードで一番早くワイドボードを出したのって BC ストリームだってご存知ですか ?BC ストリーム「ライダーズスペック」っていうシリーズで、えー、ワイドボードを提案して出させてもらったんですけどもその次の年から小笠子の FC にワイドが出たりとかっていうふうにまた変わっていきました今回はボードの幅とターンラインっていうところなので細い板乗ってるのにこのターンラインのイメージしてたらまずエッジ抜けちゃうから セッティングを変えてこっちの塩梅にするかワイドボードに乗り換えるかこのまま乗るんだったらそもそもこのイメージじゃなくてもう少し下に向かって落ちていくイメージでカービング習得しようとするといいんじゃないかなと思います。でこれ大体ですよ大体インストラクターさんとかデモンストレーターさんとかライダーさんとかカービング好きな人たちで大体じゃあ基準はってなったらそれがまあ半円弧。 半円切り替え機があって半円みたいなのでつながっていくのが、まあ、なんとなくのみんなのベースになっててその半円弧よりも深くなっているものを深い単半円弧よりも浅くなっているものを浅い単っていうふうに表現しているのがまあ一般的かなというふうにも思います。ぜひとももですねこの深深いいいい半円弧よりも深いターンを描いていくには ブーツがはみ出さないセッティングっていうのが結構条件になってくるのでこういった部分からカービングへの道っていうものをどん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 あの俺はあのダックスタンスが好きだからっていう考え方ももちろん分かるんですけれどもあの2時間前振りでダックスタンスはどうでしこうなりやすいんですよ でも2時間前振りにしてこっちのフィーリングにしたらすんごいエッジに乗るっていう感覚がそれだけで分かりやすくなるんですね18のマイナス6っていう人がもうそれ以外何も変えなくてもいいから33の18まで前に振って滑ったらエッジングの感覚全く変わって鋭く深くエッジングできてるっていうのがダイレクトに体感できますで2時間それ楽しんでじゃあ元通りに戻そうっていうふうに戻ったら その2時間で体感したエッチングの感覚が残っているのでグンってレベルアップした自分でまたダックスタンスで遊べるというふうにもつながっていきますぜひともこういった部分大切にしながらカーリングの上達を目指していけると迷いなくミスなく上達できるんじゃないかなと思いますので引き続き青きれいのスノーボード大学お宅の情報を整理整頓して発信していきたいと思いますのでお付き合いくださいそれではまたスノーボーダーの青きれいでした さあ今年も開催します。オンライン座学です。頭の中が整理できると体はものすごく自由に動かせるようになっていきます。ぜひともこのシーズンオフにスノーボードの理論を覚えていきましょう。詳しくはジョイントハウスまで。